どうでした？ただ飽和潜水員に憧れて。一番は潜水艦への好奇心かな。募集年齢が32歳まで上がったから。私が利用した制度は元自衛官の再任用制度。自衛官になりたかったというわけではなく、歯科医師として自衛隊に携われるから。私は教育が一番大事だと思っていて。資質は教育過程でだんだんと培われるので。教わりながら現場で実践あるのみ。何かあったら必ず期待には応えたいし。お互いを知ることが信頼関係につながる。自分がやったことや言ったことに対する相手の反応はいつも確認するようにしている。医療行為は任せろって思うとモチベーションは下がらない。反省の積み上げが安全と安心につながる。組織のために自分の診療能力の向上にはいつも心がけている。自衛隊医官という働き方を知らない人たちが圧倒的に多いと思う。入隊に高い志はなくてもいい。大切なのは負けん気。自分たちが整備しないと何も始まらない。薬剤師として私しかできない仕事がしたい。仕事に裏方とか表とか考えたことはない。日本を守るっていう使命感が生まれ、緊張感を持って仕事に取り組めるから、とても魅力的な仕事だと思う。